電子レンジマンの動画。どうも、佐藤ささらに憑依している電子レンジマンです。新型 iPhone が発表されたり、新型 Pixel が来月登場したりといったタイミングですが、秋に発売されるスマホは、他にもあるのです。なるほど。それがタイトルにもなってる Zenfone シリーズですね。そうです。Zenfone 10が発売されたのです。私は2015年に発売された Zenfone 2シリーズから毎年買ってます。去年の9も買ったし、その前の8とか7、6も買ってますよ。7まではお財布携帯や防水がなかったんですが、8から対応をし始めたんですよね。確か日本向けに調整してきてくれてるのがありがたいですね。そんなわけでね、今年も買ってみました。いつもは発売後しばらくしてから買うんですが、今年は発売直後です。どうせなら予約すればよかったね。そんなわけでね、開封しつつ使用感をチェックしていきましょうか。はい。電子レンジマンの動画。さて、5.9 インチの小型画面を搭載するコンパクトモデルである Zenfone 10、Amazon で注文して、翌日に受け取ることができました。テープが切れない。段ボール自体に切れ込みみたいなの入ってるから、そこから切ればいいんだけども。とにもかくにも開封。うわ、10万円近いスマホをこの梱包で送ってくる勇気がすごい。というわけで外箱登場。シンプルな感じですね。今回は白一色なんですね。本体とかを取り出していきましょうか。オープンゲット。腕がおっさんすぎる。よく佐藤ささらをアバターにするよな。出た、内箱。オールオンハンドって書いてますね。こいつを取り出せば本体の登場です。なるほどね。とりあえずこいつを取り出しまして、まだ何か入ってるのか。実は Zenfone 10、最近のスマホには珍しく充電器入りです。ハイエンドで付属してるのはなかなか珍しいですね。 30W 充電対応で、それなりに充電性能高いですね。この箱には、開けるとこはどこだ。ここか。ケースが付属しているみたいですね。これも最近のハイエンドでは珍しい仕様。私まだケース買ってないので、しばらくこいつを使ってみようと思ってます。いわゆるプラスチックのケースですね。透明じゃないんだ。後で実際に装着してみたいと思います。そしていよいよ本体の登場です。半透明のシートに包まれておりますな。こいつを剥がしまして。取れない。完全に剥がさないと取れない感じですが、3倍速で分離。はい、これで本体の登場です。背面はちょっとザラッとした感じです。珍しい質感。カメラはダブルレンズ仕様ですね。望遠レンズはないので注意。イヤホンジャック搭載。ハイエンドでは珍しい仕様ですね。指紋センサーは電源ボタンと兼用、音量ボタンが上にあります。 USB Type-C 端子、 SIM スロットは下部に。電源を入れて使い始めますか。ついた。30秒くらいでようこそ画面が出て、セットアップ中、指紋を登録します。軽く使い方の説明が入り、使用開始です。 iPhone みたいな画面下げる機能もあるんですね。続いて、付属ケース装着してみますか。ドッキング、なんか微妙に固定しづらいです。これ、右下の端が妙に押し込みづらい。とりあえず装着はできました。結構空いている部分が多いですが、それなりに一体感はあるかな。質感も本体背面と似たような雰囲気ですし、あんまり高級感はないけどもね。とりあえず何も買ってなければこれ使っておけばいいくらいの感じはあるかな。おまけとしては十分かと。電子レンジマン。保護フィルムはミリアビックスのを購入。ガラスが Amazon だとろくなのありませんでした。サクッと貼り付け完了。正直貼りやすくはないです。貼り付けキットとかないので、気合で合わせて素早く貼る感じになる。とりあえず気泡はすぐ抜けました。チリとかも入らなかったっぽいです。
画面表示も綺麗ですね。なお指紋は結構目立つ感じでした。そこ重視する場合は他のフィルムがいいかも。そんなわけでね、使い始めましたよ ZenFone10。 まだ買って1日ですが、実際どんな感じですかね。とりあえず言えることは、小さくて軽いですね。片手で持っても特にストレスにならないかと。さすが小型ハイエンドってところでしょうか。Galaxy S23 Ultra と比べるとだいぶサイズに差がありますね。ピクセルフォールドと比べると実は向こうのが小さかったりするけど、意外な小ささ。アンクスベンチマークテストをとりあえずやってみました。なんかハイパーパフォーマンスモードってのがオンになってます。結果がこちら、なんと1456,747点。かなり高いぞ。すごっ。4月に買った Galaxy S23 Ultra は1,225,104点でしたからね。アプリのバージョン違いでちょっと差が出てるだけかも。だがウィークベンチ6はシングルコア1,907点、マルチコア5,180点でした。これは Galaxy S23 Ultra の方が高いわ。基本的には Galaxy S23 Ultra の方が性能は高いんだと思う。とりあえず原神やってみたけど、序盤も序盤だからあんまり参考にならないかも。ソフトに読みを登録しろ。それ原神だぞ。登録したぞ。グラフィックが中なんですけど、まあ若干たまにもたつく時あるかなって感じでした。ジャンプとか激しめのアクション時はちょっとだけがタッとするかな。なお振り込めについてはサクサク動いております。ドルフィンウェーブは実は最近力尽きましてですね。ついにそうなったか。バトル関連は諦めて、たまにイベントとかのシナリオだけ読む感じになってます。そして写真とか動画は別途検証しようと思ってますが、とりあえずちょっと撮影してみました。昼ご飯の親子丼、吉野家のやつですがうますぎた。割と料理写真の色合いはあっさりめですかね。むやみに黄色や赤っぽくなったりはしてない感じ。紅葉の秋が近づいてきたけど、まだ暑い9月半ば。もうちょっとまともな被写体を撮影してきたかった。だが暑すぎて買い物のついででしか撮影できなかったのだ。空の青さが目にしみるぜ。今度もうちょっとまともなものを撮影してきますわ。電子レンジマンの動画。そんなわけで今回は開封編って感じで、とりあえずここまでですかね。もうちょっと使ってからまた使用感レビュー動画を出したいと思います。満足できる仕上がりであることに期待。今のところ気になる微妙な点は端の方にチリが溜まりやすいことくらいかな。そんなわけで今回はここまで。また ZenFone10 のレビューの続編も作ります。まだの人はチャンネル登録しつつ待っててくれよな。気になる点などあればコメントもぜひお願いします。それではまた見てくれよな。